強いな。ワンモータイム、最初はグー、じゃんけんポン。はい、グーの方が1、2、3、3人の方、4人、はいはい、じゃあ4人の方ちょっと前に来てください。4人の方、ありがに4人の方お願いします。4人の方ちょっと前に来てください。あ、でもみんないっぱいいるから、ね、大変だね、出てくるの。はい、ちょっと道を開けてあげてください。ごめんなさい。はい、4人の方ちょっと前に来てください。さあ、この4人でですね、4人でじゃんけんしたいと思います。ルーチョやりたいと思うけど多分、はい、4人でじゃんけんしたいと思います。はい、4人集まりましたね。では行きましょう。この4人ですよ、行きましょう。最初、はい、5人、あ、5人ですね。はい、では5人で行きましょう。5人、あともう1人は、あ、ですね。じゃあ行きましょう。ここちょっと円作ってくださいね。はい、最初はグー、じゃんけんポン。じゃあ行きましょう。はい、もう1回です。最初はグー、じゃんけんポン。はい、チョキの方3人で、ここで2人選びます。行きましょう。最初はグー、じゃんけんポン。はい、2人の方ゲットです。おめでとうございます。ちょっと待ってください。ちょっと待って She lost. She lost. Okay. Give you my shirt. あがチームシャツくれるって。はい、ルーチョと握手しな。ルーチョと握手。チュ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 。おい、じゃあ約束してね、来年これを着て MotoGP 来てください。はい、はい、ということで拍手。よかったね。負けた方がヒップなのかしら。さあ、伝送の、イリジウムパワーのね、じゃあ、ケンシーからいただいて、ケンシーから、はい、ケンシーからプレゼントしてください。そして握手も。おお、これはパワーもらえるよ。はい、そしてどうぞ。OK。 ということで2人の方が当選されました。皆さんおめでとうございます。そして、はい、今日はですね、長い時間伝送ブース、はい、ラスト集まっていただきまして本当にありがとうございます。改めましてですね、皆さんで大きな握手でこのお二人をお送りしたいと思いますけども、ね、はい、はい、皆さんもう一回立ちましょうね。ごめんなさいね。それでは改めまして大きな握手をお送りいただきたいと思います。まずはスーパーワイヤーケンシーストーナーアンスーパーマネージャールーチョーチャキナロー。イエーイ。ということで大きな拍手をください。 Thank you so much。 お遊びなさい。いやー、もう本当相変わらずの人気ですね、この2人はね。はい、焼肉ください。焼肉ください。教えたのは僕です。もちろん。はい、高いね。トミーさん、本当今日はありがとうございました。いや、ありがとうございます。いや、もう本当ね、最後の最後盛り上がって、みんなでこうやってね、楽しくバイクを ね、まあ、魚にといいますか、本当バイクのレースを見ながらですね、こういういろんなイベントができるのは楽しいなというふうに思います。まあでも年々なんかこう楽しくなってきてるんですけど、ね、難しいですけど ね、さっきね、この LCR トークショーの前に小山選手が、はいはい、ね、皆さん小山選手のトークショーいました？ いなかった人、すごいことが発表されたんですよ、ここで。何だと思います？来年小山選手は KTM で走ります。さっき決まったばっかりのことをここで発表してくれました。まだその時 MotoGP の表彰式とやってたんで、プレスさんもみんな知りません。伝送ブース、伝送ブース。そうやってね、やっぱりライダーたちもね、この伝送エリジュンパワーを愛してくれてて、そしてすごく信頼を置いてくれてますんで、皆さんもぜひフラグを交換、するときはですね、ぜひとも伝送エリジュンパワーにしてください。お願いします。はい、お、これは誰？そういや、さっきサインしたんだと。忘れて。じゃあ最後は